これは熊本市で開催中の熊博2023の特別イベントで、熊本城の長塀を使ったプロジェクションマッピングを熊本市が初めて企画しました。国の重要文化財である長塀およそ100メートルに、加藤清正の戦国時代の戦いぶりや築城の様子のほか、熊本の伝統工芸などが映し出されます。およそ7分間にわたる幻想的な世界に多くの人が見入っていました。また熊本市中心部の三角公園では、人の動きに合わせて変化する映像もお目見え。足元に咲き誇る花々を楽しむ人でにぎわいました。このイベントは今度の土曜日曜にも行われます。